お詫びから行きたいんです。どんなお詫びかというとね、すごい本が出たんですよ。この本、俺も今日これ読んじゃいました。じゃんじゃんじゃーん。これ、読んだ？最後の車種。日田剛さんというですね、元朝日新聞の京都支局長かな？なんか歴任されたですね、ベテラン記者さんが、神戸支局かな？なんだっけ？ちょっと待って、後でプロフィールちゃんと言います。はい。でね、これはね、朝日新聞が批評した御影霊場へのレクイエムということで、御影霊場ってのは誰かというとですね、神戸のね、御影っていう、まあ、高級住宅街に住んでいた、車種のね、要は創業者の村山隆平さんのお孫さんの、村山美智子さんのことなんですよね。なんと村山美智子さん、今年の3月に、お亡くなりになられたということですね。本当に心より哀悼の意を表したいと思います。我が朝日新聞グループのですね、創始者の孫にしてですね、朝日新聞最後の車種という村山さんなんですけれども、これね、どんな話が実は書いてあるかというと、芥田がですね、4月号でね、こんなタイトルの記事を載せてるんです。朝日新聞歴代社長が滅ぼした最後の車種ということで、40年の長きにわたって社長を務めた村山美智子氏の葬儀に招かれた朝日新聞関係者は10人にも満たなかったというこういうお話なんです。で、これどういうことかというとね、朝日新聞っていうのはもともとね、明治時代ぐらいかな、1800何年とかぐらいに村山隆平さんという人がですね、まあ、創業したんですよ。で、途中からですね、まあ、最初なんかその、もともとこの村山さんのお家っていうのは、紀州藩の支藩のね、浜原藩ってったっけな。そこのまあ、下級武士かなんかだったんですけど、まあ、要は失禄処分ってあったでしょ？経済で読むとき日本史の第4巻読んでもらうといろいろ書いたんですけど、昔ほら、武士って、ね、戦闘の義務を負う代わりに、年金もらって不労所得で暮らしてたんですけど、明治維新になって国民改変になるから、もういらねえと。ね、実力なんかいらねえということで、開業しなさいということでね、もうその、武士の身分を捨ててね、彼大阪に出て商売始めるんですよね、お父さんと一緒に。で、それで商売やってる時に新聞通のがなんかあるらしくて、この新聞で起業すると儲かるぜって言われて、その商売の仲間と始めたのがこの朝日新聞なんですよ。まあ、今で言うとね、これ IT なかったでしょ、まあ明治時代。IT なかったんで、紙テクノロジーですよね。紙インフォメーションテクノロジー。まあある意味 IT ですよね、インフォメーションテクノロジーなんですけど、まあ、紙ベースの ITですよね。しかもそのコンテンツ売りというので、爆発的にこう新聞が全国普及するのに乗って、大阪でね、ですね、まあものすごい、まあ流行って。で、それでこう、今度、大阪の経営はですね、上野さんという人に任せて、で、まあ共同経営者なんですけどね。で、自分は単身東京乗り込んで、東京でもまた朝日新聞ドーンってやるわけですよ。東京朝日新聞ってね、まあやりまして。で、大ブレイクすると。で、婿養子をですね、迎えてですね、その、結構そのランクの高いね、お家族様のお宅からですね、長高さんという人を、迎えてですね、まあそのまま朝日新聞ついていくんですけど、このまあオーナー一族とですね、まあその会社の間がですね、結構ギクシャクするんですよ。その長高さんって人がまあ社長やってたんですけど、クーデター食らってね、追い出されるというですね、まあ反乱みたいなことがありですね。で、その後その、まあ失意のうちにその美智子さんのお父さん死んじゃうんですよね。で、死んだ後、その社主っていうね、何の権限もない象徴天皇みたいなところにね、まあ、象徴天皇って言い方は妥当かどうか分かんないけど、まあ、この日田さんがそうやって言ってるのね、朝日新聞の象徴天皇みたいな形になって、力はないんだけど、40年間、まあ、その、社主として、この美智子さんが君臨するんですけど、村山家とですね、まあ、村山家のその美智子さんとその妹ね、安藤その、まあ、もともと共同経営者だった上野さんの子孫ね、この辺と合わせてですね、株ね、60何パー実は持ってたんですよね。美智子さんが継いだ段階では。ただ、その、お父さんが反乱でね、やられちゃった時に、その元々共同経営者だった上野家は裏切ってその経営側についちゃったんですよ。あと美智子さんの妹も経営側ついちゃったりとか、いろいろこうなんかこう愛憎劇みたいなのがあって、で、その朝日新聞側は株主を分断してですね、ね、で、力をなくさせるように、なくさせるようにとこう動くわけですよ。で、そこでポイントになるのがね、相続税でね。要はその、支配権力を持ってるっていう認定されるとね、相続税が時価評価みたいになっちゃうのね、純資産ベースの評価になっちゃって、で、それ相続するときに何百億と、朝日新聞で資産と思ってるんで、何百億って相続税払わなきゃいけない。支配力ないみたいなことを証明しなきゃいけないんですよ。で、朝日新聞は長高さんからそのね、美智子さんにですね、権力が移譲されるときに、この人は支配的な力を持ってませんみたいなこと言って、うまいことやってですね、なんとその相続税を、安い方で、安いレートでうまくやってあげちゃうんですよね。はい。これがね、書いてあるんですけど、美智子社主は相続によって、朝日新聞株式、朝日新聞社の株式の、36.46% を所有することになったため、支配的な同族株主として、朝日新聞社の資産そのものが相続対象となる可能性があった。可能性があったんです。しかし、会社の筆頭株主は、株主受託委員会であって、美智子社主ではない。で、社主規定によって、経営には関与できない、などを理由に、支配的な同族株主ではない、として、美智子社主は、
配当還元方式で計算した、相続税を納付したと。まあ、配当還元方式だと、要は相続税安くなるんですよね。で、この、まあ、著者の日田さんはですね、なぜどんな経緯で、類似業種批准方式の適用を免れたのか。村山恭平さんと、これはまあ、みちこさんの甥っ子なんですけど、木屋さんというのかな、木屋さんが各方面に根回しした結果だと聞いていると話すが、具体的な経緯までは知らないという、ということで、これ財務省動いたでしょ。多分。ね、財務省が、こう、みちこさんに対してですね、まあ、その株を、まあ、相続しても相続税払わなくて済むように、これ多分動いたっていうのがなんとなく分かるような記述ですね。で、この後ですね、その、まあ、飴とムチですよ、この創業家に対して。飴とムチやって、で、その、まあ、美智子さんに対してスパイを送り込むわけですよ、秘書。ね、あの、不破鉄道のところに共産党のね、使用人がいるみたいな、ね、共産党職員の使用人がいるのと同じで、使用人みたいな体で職員に送り込んで、で、それで、こう、情報を上げてこいっつって、まあ、その飴とムチでコントロールしようとするわけですよね。で、それの、まあ、その最後の諜報部員みたいな感じで送り込まれたのが日田さんだったんですけど、美智子さんがあまりにも立派な人だったんで、ね、もう何をやってるか全部書いてくれって言われたの、全部本にしちゃって出しちゃったんです。これ実は3月に出てるんですよ、この本。なので、これぜひ皆さん読んでください。朝日新聞ひどいことするなと。もう認知症入った老人にね、最後もう本当に冷たいんですよ、朝日新聞が。ひでえなと思って。ねえ。で、こいついつ死ぬんだ、いつ死ぬんだみたいな感じで、お見舞いなんかちょっともいかないんですよ。たまに行って生きてることが確認するだけ、そろそろ死ぬなみたいな感じで言ってたんじゃないかみたいなね。結構ひどいんですけれども。で、その飴とムチでいろいろやった結果ですね、美智子さんは株手放したんですよね。ほとんど全部。で、今ね、公設美術館って言ってね、その村山家がその創業した財団法人の美術館があるんですけど、そこがね、今ね、20% ぐらい持っててね。で、そこの財団のじゃあ、まあ、理事長が絶大なその朝日新聞に対する、まあ、権力を持ってるみたいな。まあ、そんな感じですよ。これね、まあちょっと、これ話してるとこれだけで終わっちゃうんですけど、私、朝日新聞に関して論説書きましたよね、月刊花田に。要は、ざまな経営してると。本業の新聞がド赤字でね、関連会社がめっちゃ儲かってんだから、普通に考えたら新聞売却して、他の会社でやればもっと利益出るし、株主にもいっぱい還元できるしと。なんでやられるのって書いたんですけど、実は同じことはですね、この美智子さんの甥っ子の恭平さんも思ってたらしいんですよ。相続税がやっぱりね、支配的株主ってことになると、ものすごい、相続税がかかるっていうことで、どうしたらいいんだろうみたいな感じで、で、その朝日新聞グループはやっぱ経営改革しないとダメだってことを恭平さんが思ったらしいんですけど、そしたら恭平さんすげえ干されて、で、この創業家っていうのはひでえやつだ、わがままでみんな振り回されてみたいなプロパガンダをですね、ものすごい社内でやってて、みんな洗脳されてたらしいんですよね。これまた本当にひでえ話なんですけど、まあ、そういうことでですね、もう株主の利益なんで、まあ、もうそっちのけでですね、まあ、経営者がね、普通に考えたらですよ、ね、普通に考えたら新聞事業なんておかしいから絶対大なた振るわなきゃいけないのに、ね、新聞事業が一番偉いみたいなヒエラルキーを保存したままね、楽な経営するために物申す株主であるね、この村山家にはご退場願うようなことをですね、アメとムチを使ってすげえやってたっていうのがこの本に書いてあるわけですよ。なんでね、ぜひね、これね、皆さんね、読んでいただきたいなと。で、私がその、まあ、たまたまね、この本の、まあ、内容そんなに知らずに、まあ、論説を書いてしまったんですけど、株主にとって全く利益になってない経営をやっている朝日新聞グループはということでね、財務諸表から告発しまして、で、一度奴らから反論を受けて、それに再反論したら奴らは何も返してきてないんですけれども、これ多分ね、痛いとこ疲れちゃったと思うんですね。で、実は私と同じことを、まあ、創業家の、創業者のひ孫にあたるね、京平さんという方が同じことを指摘されてたんですよ、もうすでに。今を去ることね、10年ぐらい前から。そういうこと言われていて、でもその京平さんも、もう改革を拒否するっていう朝日新聞の姿勢に絶望してですね、持ち株全部売っちゃったんですよね。朝日新聞はもう完全にね、このね、創業家っていう、まあね、その経営者たちはですよ、サラリーマン経営者どもは、創業家という重しが外れて、今好き勝手やってると。でもその好き勝手やった結果が、ね、部数が370万部まで、実売部数370万部まで落ちて、で、毎年 10% 以上解約が出てるって今の惨状を招いたわけですよ。ね、これに物申せたのは村山家の、ね、そのちょっと一過言ある人たちだけだったんですけれども、もうその怖い株主いなくなったらこのざまですよ。で、私に言われたことっていうのは、まさにその、恭平さんの亡霊がもう乗り移ったかのようなことを僕が言っちゃったんで、それで奴らの金銭をポチッとなっと刺激してですね、広報部から抗議のね、連絡が入ってくるっていうことになったのかなと、まあこれ私の憶測ですけどね、あえて憶測と言っておきますけれども、ね、私のその月刊花田に書いてるような、ね、論説に向きになって、朝日新聞のね、広報部長が反論してくるっていうのは、おそらくそういうことだったのかなと。昔株主に言われて耳が痛かったことをまたね、なんか外野のやつに言われて、なんかムキーってなっちゃったのかもしれないなと。ね。そんな風にちょっと感じました。はい。ということでね、創業家、村山家の皆様にはですね、本当に味方のようなふりしてね、召使いを送り込んだらスパイしたりとか、ね、弱り目にたたり目でね、株売らせたりとか、
それから最後ね、医者までグルになってね、朝日の産業医グルになってね、みちこさんのね、介護チームをね、全員クビにしてね、慣れた介護士さん全部クビにして、新しいの入れ替えたらしいんですよ。これもね、最後ね、もうほんと晩年ね、みちこさんほんと苦しいところを、もうこんなひでえ目に合わせてね、もういろいろな意味でですね、朝日新聞、これ本社の方ですけれどもね、創業家に対してね、本当にもうご迷惑をおかけしたということをね、グループを代表してね、お詫びしたいと思います。本当に村山家の皆様、本当に申し訳ございません。本当創業者はね、もう神にも等しい存在にでもあるにもかかわらずね、もう後足で砂かけて、ね、穴に埋めるかのような恐ろしいことをしていたという、それもね、40年近くやってたと、もうこれ許されざる罪だなというふうに思います。本来ならですね、これ朝日新聞の社長がね、お詫びしなければいけないところですけれども、グループを代表いたしましてね、私、縮小団団長、常念司が、心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。もう創業家尊重しない。これダメだ。創業経営者ってのはな、それなりにな、もうみんなリスク取ってやってんだよ。俺もそうだけどさ。な、分かってんのかって感じ。でね、このね、日田さんの本にはね、その創業当初の、その竜兵さんのね、もうこの自由闊達なね、もうすごいんですよ。もう即断即決のね、すごいこういう話が書いてあって、最初の頃のね、もう本当創業したての朝日新聞っていうのは、俺らやってることと変わんねえなと。なんかこれすごい思うんですよ。大企業もね、最初の頃のワイルドなね、創業したところっていうのはすごいんですよ。で、ある意味その IT 革命乗ったんですよ、日本のね。紙の IT 革命ですけどね。紙に印刷して情報を配るっていう IT 革命に乗った、ある意味その、堀江さんとかね、DNA の南波さんとか、ね、JM の熊谷さんとかね、まあいろいろ、ね、立志伝中の、IT 企業の、創業者いますけれども、日本もね。ああいうのと本当にね、通じるところがあったんだなと。で、それがある程度大企業になって、で、スパイとかにね、いいようにやられてね、まあ、尾崎細美みたいなね、アホ雇っちゃったりとかして、それでまあ、朝日新聞っておかしくなっちゃったのかな、というふうに思いますね。まあ、この本ね、ぜひね、日田さんのこの本ね、ちょっともう一回書影上げておきますけれども、最後の写真。これね、もうぜひ読んでください。本当にいい本です。朝日新聞のね、朝日新聞のこと嫌いになっても、縮小団のこと嫌いにならないでください。朝日新聞がね、なぜね、今ダメか。ね、どうして今こういう経営的な苦境に陥ってるかっていうのはね、もう本当わかりますね。わざわざね、経営者っていうのは、まあ、僕ら創業経営者ですけど、わざわざね、金払って耳が痛くなる話聞きに行くんですよ。創業経営者でも生き残ってる人はね。生き残ってちゃんとやってる人っていうのは、わざわざですよ。ワンマン経営できるのにわざわざ耳の痛い話聞きに行くの。その経営者の集まり行ってみたりとか、経営者の勉強会行ってみたりとか、こういう経営者の勉強会なんかで僕なんか講師もやらせていただいてるんですけど、いろんなね、で僕なんかとは経営方針違う人に対していろいろこう僕はもういろいろ言うわけですよ。でそういうの聞いて、あ、なるほどなと。ね。自分とは違う考えを持った人の意見をやっぱしっかり聞くっていうのが経営の基本ですよ。で、朝日新聞の、ね、編集権云々は言わないけど、経営に関してはね、やっぱりそういうね、しっかりとね、人事権もある程度持った人間からビシッとね、外部の意見言ってもらうこと、やっぱ大事だと思いますよ。で、それをやっぱ40年おろそかにした結果が、まあ今のこのね、で、その後まあね、みちこさんがね、もう入院されてからっていうのもほとんど認知症みたいな感じになって、最後意識もなくなっちゃったんでね、何もその、まあ意見を言えなくなってしまって、京平さんも株売っちゃったわけですから、そういう状況でね、本当にそのサラリーマン経営者が甘えて、ね、会社しゃぶり尽くした結果が、この今の朝日新聞かなと、私は思いますね。これは私の主観ですけどね、あえて言わせてください。そういうふうに私が評価するのは自由ですから、まあ一、まあ、僕は経営コンサルタントもやってますからね、一経営コンサルタントとして、言わせていただくなら、朝日新聞の経営者、ね、緩んでます。はい。緩んでます。緩み切ってます。ぶったるんでます。このままでは朝日新聞維持できないと思います。なので、外部からもね、やっぱね、耳の痛い意見にもやっぱね、耳貸すべきですよ。僕、ボランティアでやってるんですよ。朝日新聞のこの記事のね。まあ、ボランティアね。一応、原稿料もだって書いてますけどね。ボランティアじゃん。すいません。今、フェイクニュースを言ってしまいました。ボランティアではありません。原稿料はいただいておりますが、まあ、そういうことやってるわけですよ。いろんな機会もらってね。はい。なんで、まあ、そういうね、耳の痛い話もね、聞け朝日新聞ということでございました。